堀米雄斗。まずはね、無理や。いるか。食べた。あれね、めんどくさいね、テロップ入れんの。今日は、心斎橋にスポタカに堀米くん来るらしいんで、しばきに行きます堀米くんしばきに行くそうです。え、何でしばくん、バリアルフリップでしばくん、しばくん、え、しばくん、バリアルで、バリアルフリップでしばくそうです。カットで恒例の歌っていい？集まれ、あ、やばい、聞こえ、響く、集まれ、我らが仲間よ、メフィスト、演奏に続け、まずは元気でお茶目な客よ、横広吐く、プルが操る、サスペレレをかっこつけて、転ぶ、ポッ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 、ピャー、集まれ、我らが仲間よ、仲間よ、不思議な、あ、ちょっとこれは恥ずかしいからやめましょう。ずっと休んでた。私ですか。やばいな。初期ママとテクママで意識したっていうことね。もらえるかどうかわかんないけど。なんかいつかI'm gonna go to the next one.
が、まあね、そのみんなの士気を高めるためにフリーセッションということでやらせてもらっております。10分ほどはフリーセッション、10分ほどはフリーセッションなので皆さん自由に滑っていってください。この後ね、ちょっとしたプチイベント、ベスト塾コンテスト、そしてさらにはね、本日のゲストスケーターのデモンストレーション、これもあります。1時間半と時間は短いですが、ここに1時間半にしていきましょう。そのためにね、親御さんも今中に入ってもらいまして、近くで見てもらえればと思っております。ぜひ近くで見て体感していってください。ベストトリックコンテスト、そしてデモンストレーション、内容で出していきたいと思います。 Meet you there supported by FINAL。 FINAL とは素晴らしいイヤホンね、ワイヤレスのイヤホン、本日小田さんについてもらっています。今日はね、ベストトリックコンテスト、こちらのイヤホンなんかももらえるチャンスがやってまいります。皆さんぜひ今のうちに体を温めてコンテストに備えてください。残り10分ほどでコンテストを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。始めていきたいと思います。皆さん一回ポーズ取りにしまっていいでしょうか。はい、じゃあちょっとね、始めていきたいと思います。本日一日 MC やらせてもらいます、ジマと言います。よろしくお願いします。お願いします。皆さんお願いします。お願いします。はい、ミーチューデアというイベントでサポーテッドバイこちらファイナル、Bluetooth の、ね、イヤホンで素晴らしく風を切る音が半端ないので、スケートをしている時には向いてるんじゃないかと、そういうイヤホンになっております。ほんで本日のコンテスト、ベストトリックコンテストやらせてもらいたいと思います。まずはね、みんなここメインでね、バンクやってると思うので、このバンクはもちろん使いたいなと思ってるんですけども、もう2スポット選びたいと思っております。例えばですよ、皆さんちょっとスケーターの今日参加してくれてるみんな声出してくださいね。カーブやりたいっていう人いますか？カーブは高いか？そうですね、じゃあスケーターのみんなと決めていきたいと思うんですけども、こちらみんな得意なのでね、こちらのバンク、そしてこのレールプラスそっちのバンクで行きたいと思ってます。ちょっと自分のやりたいトリックをなんかイメージして、各スポットで商品が1個あります。なので各スポットで選ばれし者が1人ずつ、合計3人ですね、商品をもらうことができます。そしてそのベストトリックを選んでくれるスケーター、本日来てくれてます。紹介しましょう。名前よかったら前に出てください。まずは堀米優斗、来てください。皆さん待ってみてください。お願いします。はい、ジャッジとしてやってくれます。そしてもう一人、ジョシュア、西宮、イエーイ、堀米優斗と一緒にね、大阪を撮影で今回ってるようです。そして池ケヤキ、イエーイ、和歌山出身、大阪はちょっとした本館じゃないでしょうか。そしてもう一人、安藤陸、イエーイ、よろしくお願いします。もう一人、一世も大阪のロゴということでジャッジを務めてくれます。素晴らしいジャッジ陣、この4人がね、見てくれてるんで、この4人のお願いします。この4人のね、目に留まるようなスケートをちょっとこの場で見せていただけたらと思います。各スポット10分ずつぐらいを予定しております。みんな OK？ みんな OK？遠石の上だったり、あちらのバンクの上、見やすいところで、今のうちですよ、近くで見てください。ぜひ近くで見てください。みんな前に来てください。うん、前に行きましょう、前にね。ベストトリック、ちょっと板が飛んでくる時だけ読めてくださいね。しっかりと。前にお願いします。そこ、ちゃんと見てないと、足首大きい、振られるんで。足首だけしっかり守ってください。はい、そうです。前に行った方が絶対いいですよ。行きましょう。じゃあ、10分間いきますかね。足首が溜まってるか？ OKOK、 スポット赤盛り上げていこうぜ。ベストリックコンテ
テストバンクセクション、レッツゴー。まずは入ってきましたよ。おお、いいですね。キックフリップ難なく決めてまいりました。バックサイドフリップ、いいよ。先ほどからトリックをビシビシ決めてきている男がいるぞ。お方、4回、上がってまいりました。ではね、ゆうと、せやき、りく、ジョシア、そして伊勢、4人が見ています、5人が見ています。で、ゆうとがイヤホンを2個持っています。あのイヤホンがね、レールですごかったやつに配られると思います。バンクで力を発揮できなかった将軍、ここでしのぎを削ってください。それでは行きましょう。レールセクション、レッツゴー。音は1番に入ってくるの大事ですよ。1番に、おー、クラッシュ、クラッシュ、大丈夫です。
Ready, go! Okay, let's go! Let's go!
皆さん、見てるみんなも瞬き禁止ですよ。いいですね。本日加わったリク、そしてモミジ、テーブルエンドからキラウト、これ欲しい。おお前がフラットレール全流しのフロントして、そしてバックバックでユーズが入ってきた。このデモンストレーション、ジョシュア、高い高い高い、クリアセブンの遠赤を飛んでる、あのパラオリックスが出てあります。なかなかの距離、なかなかの高さ、洗練されたお店で、で、ホントフロントピエース、フロントピエース、ナイスメンク、あまりの猛者ども、すごいレベル、それもそのはず、日本の最高峰のスケーターがここストッパーでデモンストレーションを切り広げてくれております。そしてスイッチもフロントテーブル、池ケーキ、堀米雄斗、そしてジョシュア、ミシュニャー、天才のいいコンボで負けた雄斗もカード、ファイボー、早速メイクしてまいりました。バックスにありえないルーティンを組んでおります。もうね、腰が尋常じゃない、非常に、はい、レベル、そろそろ時間でしょうかね。皆さん、デモンストレーション終盤ですよ。声出して盛り上げていきましょう。行くぞ。なかなか見れないぞ、こんなの。ミーチューフェア、サポスコバイファイナル、そろそろ時間がなくなってきてまいっております。心をストッパーでね、こんなやべえやつらを見れるなんてなかなかない機会です。今日はね、もう明日月曜日だけど声が出れんっていうぐらい声出てきましょう。ユート、ケンディ、ジョシュア、ビッグ、リッセ、モミジ、名前は簡単です、みんな知ってるでしょう、叫んでいきましょう。リッグ、名前を呼ぶだけで彼らがきっと盛り上がってくるでしょう。そしてみんなで作り上げてるこのイベント、盛り上がっていってください。今度は皆さんもぜひ出る、モミジがチームアウト、得意のテクニカルなトリック担当、西矢モミジ、できる、攻めるのは西矢アンドモミジ、おーっと、あの動きです、ここに入れても得意なあの動き、手も飛びます。皆さんも気をつけてくださいよ。時間はそうたっぷりありません。見せるところで見せる、これがプロスケーターの仕事ならば、盛り上がるところで盛り上がる、これも君たちの仕事。安藤優斗がバックバックを狙ってるか、バックバックスマートね、2人でメイクしようぜという、あいつがメイクしたら俺もメイクする、イエーイ。トゥークローゼット、トゥークローゼット、さすがやつか、会場も美しく退場していった。そしてまた入場、大きな拍手をお願いします。ありがとう。皆さんどうでしたか、皆さんどうでした、よかった、よかった人大きな拍手お願いします。
きなやつ、楽しかったやつ、また見たいやつ、 OK、 それでいいです。 Me too there、 お前ね、そこで会おうぜという名前の通り、また各地でイベントをやっていくというね、ゆうとがそういうふうに言っております。本日デモンストレーションしてくれたスケーター、もみじ、ジョシア、一世、リク、ケヤキ、ユウト、また大きな拍手お願いします。ありがとう。それじゃあね、皆さんちょっと記念撮影しましょう。全員、誰が撮りますか？誰が撮りますか？おー、すごいな、すごいな、すごいな。ここからはカメラマンが一番偉いです。カメラに入ったかったら意味がありません。皆さんカメラマンの指示に一度従ってください。はい、ちょっとね、お母さん方、お母さん方、一回写真撮りましょうね。皆さんちょっとごめんなさい、一回だけ撮りましょう。ちょっとかけてもらってね、ごめんなさい。また写真の時間最後に設けたいと思いますんで、はい、 OK ですか？杉田さん、カメラマン大丈夫ですか？ OK? OK? おい、みんなカメラマンの言うこと聞けよ。お母さん、もうちょっとやってもらっていいでしょうか？カメラマンの杉田さんが言ってるのでお願いしますということで、お願いします。みんなカメラ見てください。